はい、吉松です。ということで今日はこれを見ているみんなに思いっきりぶっ込んでいきます。ということで今日は、やることは潜在意識、潜在意識について今まで、まあ、自分が思ってきたことをちょっとこう言いながら、いかにそれをきれいにしていったらいいかということを話します。で、潜在意識というものはですね、これはどういう、まあ、皆さんよく知ってると思うんですけど、潜在意識というのはね、潜在意識というものは潜在意識で、ね、潜在意識、これはまあ、フロイトとかそういう方も言ってるんだと思うけど、みんなのね心の中にあるけど自覚できない、そういう意識ということで、まあ大体これよくこんな氷山という形でね、大体表されると思うんだけど、潜在意識、ここにですね書いたように、ここの表面、水面から上が自分で分かるところ、自分でコントロールでき、まあ難しいかもしれないけど、感情みたいなものがあるからコントロール、まあ理論的にはコントロールできる範囲、分かってる範囲、ところがこの潜在さんというのがおるんですよ。潜在さんというのはこの中に下にね、でこれは一つになってるので、心プラス潜在さん、マインドプラス潜在さん、で結局ここで、まあ、自分たち判断するんだけど、ここの判断とかここの感覚、感情というのは意外とこの潜在さんが大きく大きく影響しているという、これはまあ本で読んだり動画で見たり人から聞いたり、あるいは大学なんかで青年心理学とか、あるいはいろんな心理学で慣れた方も結構見えると思うんだけど、ここの部分を何とかしないことには、潜在さんを何とか自分のコントロールしないことにはどうしようもないということで、例えば心としては綺麗な心を持ちたい、いい人でありたい、ね、人に優しくしたいと思っても、潜在さんがこの潜在さんがですね、潜在さんがふざけんじゃねえよと、お前なんであんなやつに、なんであんな人たちに手助けする必要があるんだと、ね、もっと自分のこんなん本当はこういう、例えば本当に手助けしなくちゃダメな人がここにいても、潜在さんが反対するんですよ。お前自分のこと大丈夫かと、もっと自分のね利益考えろということとか、あっちの方こんなとこ関わったら損しちゃうぞみたいなこと言ってくるんですよ。で結局まあ中途半端な態度になってしまって、結局まあアブハチトラスというか、どっちも良くないというね、情けかけられた方もダメだし、かけてもらった方もダメになっちゃうんですけど、でこの潜在意識を浄化、これは浄化、これは綺麗にすると、これを、まあ、私の昔言ってたね、この実現さんという引き寄せの達人のサイトで言うと、これはクレンジングということが大事になります。潜在意識の浄化、潜在意識のクレンジング、つまり潜在意識には悔しい、悲しい、苦しい、寂しいとか、あるいは妬み嫉妬みたいなのがいっぱい溜まっちゃってるんです。普通の人間ってまずよっぽど心の綺麗な人も溜まっちゃってる、その綺麗な人であっても前世、全然前世ね、君の名前じゃないけど、君の全然前世まで考えたら、この地球で生きてる上に悔しい、悲しい、苦しい、恐ろしい、恐怖から嫉妬ね、
焼きもちみたいなこととか、妬みそねみ、ね、なんだあの野郎とか、そういうことになっちゃうんですよ、普通の人でも。だからこういうのをきれいにしないと、実際問題、願望を実現しようと思っても、願望実現の点から言っても、必ず潜在さんがですね、足引っ張ってくるので、ダメと。いうことで、じゃあどないしたらええんやと。ね、潜在さん。私もそうですよ。私も、例えば人の幸せ、人の幸福、ね、喜びたい。心から喜びたい。けれども、どこか心片隅に、例えば、なんていうかな、まあ、私の同級生でも、何人か今、ドクターになってるんですけど、医者に。で、まあ、表面上祝福してても、例えば、あんなんで医者でいいかなとかって、そういうことをね、ちょっと思ってみたりとか、いうこともあるし。で、だから私の劣等感の中に、医者イコール勉強している、勉強できた人、イコール高収入の人、から皆さんから尊敬する人とかいろいろあるわけですよ。で自分の中にもそういう意識がどっかにあるので、でなかなかね、そういう人を祝福できない部分もあるんですよ。だけどそれはやっぱり本当のその皆さんの本質ではないから、私も含めてやっぱり人が幸せになったらその喜んであげたい、喜びたい、自分のもんとして感じたいっていうのはどっかにみんな持ってるんですよ。皆さんも持ってるし、自分も持ってるし、でこれはやっぱり潜在意識さんがどうしてもね、こういう暗いこのシャットアウトみたいなことになってるんですよ。ここに電源があって、こうやってやっててもちょっと待ってください。電源があって、ここにね、ここに電源があって、でこうやってでやれば心の綺麗なね、心の綺麗なとこが出てくるんだけど、大体みんなこうなんですよ。ここの中なんですよ、みんな大体もここなんですよ。ところがこういう潜在さんみたいなのが、これはいいことも悪いこともある意識なんですけど、潜在意識がこううーっと出てきて、こうなってくると、こうなったり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 して、結局本当のこの持って生まれたこの素晴らしい、こういうここに入ってるね、このまあアートマンというか、本当の自分の意識が出られないんですよ。その意識で光が外に出てこれないんですよ。だから綺麗にしましょうという話で、ね、でちょっと話長くなりましたけど、潜在意識を綺麗にする方法ってね、いくつかあるんですよ。ほんとたくさんある、それは。なんでそれぞれ自分に合った方法をやればいいんですけど、で今日はです、私のですね、自分のいつもやってる方法をやります。これは例えばいろんな方法あるんですよ。例えば自分とうまくいかない人を思い浮かべて、まあ、目を閉じてね、思い浮かべて、その人に光が当たっていると、ピカ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 光がね、この辺から光がその人に当たっているというふうに思って、そしてその人にまず光を当てて、その人をステージで乗せて光を当てます。そして光を当てたその人と自分が満面の笑顔でこうニコッとしながら満面の笑顔で握手をして、で瞑想終わりと。だったら15分から20分、これを、まあ、初め笑えないんですよ。その男が出てきても、その人物が出てきても、この野郎ってなるから、どうしてもそのステージに上げること自体が苦しいんです。すごくその人物が上がってくること自体がすごく苦しいんですよ。だけど、まあ、無理してやってるうちに、だんだん上がってきても、ああ、上がったかみたいな感じになって、その光を当てても、まあ、この人にもね、まあ、このなんかその闇ったらしい、この、自分に苦しみを与えたこの人物、まあ、これでも父も母もいて、兄弟もいて、下手したら子供も嫁さんもいて、この人物がをやっぱ頼りにしてる人もいるし、この人物好きな人がいるんだなとかって、そういうことをだんだん思ってくるから、やっぱり若い人はいいなということを思って、まあ、その当人と何も喋る必要ないです、一切。当人とは
まあ、最小限の付き合いだけやってればいいんで、でその人に光を当てると、そして最後は笑顔で握手をすると、そしてこの目を開けて、はい、パンパンということなんですけど、これをですこれをね、大体何回ぐらいかな、10回はできたらその人のことを思い出して苦しむということがかなり減ってきます。で、私はそれを20回ぐらいやった時に、その人から急にお礼言われたことがあるんですよ。吉松君って、君のおかげで助かったぞみたいな。えぇ、ー、って、あんたと俺とそんな人間関係だったっけと思って、もうびっくりしたことがあって、そんな、そんなあの関係じゃないじゃないよなと思ったことがあったりしたことがあるんですよね。うん、でまずそれが一つ、うん、これ強烈です。結構対人関係が良くなります。それからもう一つ、これは、まあ、ずっと前に動画で言ったけど、ほとんど皆さん見てないので、この動画は、まあ、あのここでもっぺんやってみると思います。今日はね、ちょっと実技でやります。実技で入ってやります。でもう前のとこまで来てても、あの他にチャンネル行った人はこれ見れないんですけど、一つ、あの私がこれはね、あのさっき言ったような、あの瞑想状態、まあ、目をつぶって瞑想状態でその憎い相手を呼び込んでくるっていうのは苦しいことがあるんです。すごくその呼び込んでくること自体、その人間の顔を思い浮かべた時点で吐き気がするとか、苦しい時期ある、そういう時期もあるんですよ。だからそういうことができない人に対して、あの私がおすすめする方法で、これ私も併用してやってましたけど、その瞑想法とこっちの方とね、それはね、あのまあ2つやり方が、まあ、同じやり方のバリエーションが2つあるんだけど、1つはこの胸の中、ここに大体想念が詰まってるんですよ、潜在意識さんが。ここの胸のところ、ここの胸のところ、ブレス、それで、目を閉じて、でその人のことを思う。そうすると顔が浮かんでくる。浮かんでくる、まあ、後ろ姿でもいいですよ、苦しければね、浮かんでくる。でそれをあのこの手、この手ね、手かの手の先っぽからこの青白いこうビームが出てるというふうに思ってもいいし、手がぐっと、もう一本ね、あの違う次元の手がぐっと前に出たと思ってもいいです。こうやってそれをこう胸の中に入れて、でこの中に入れると必ずその場所があるんですよ。なければ、あの私よくやったのは、あのこの回転拳銃がカチカチ回るような感じで、一個の中にその少年が詰まってるから、カチカチカチって回ってくるうちに一個パッと必ず出てくる。でここからこう手を使って、その少年を悔しい、悲しい、苦しい、会いたくない、顔見る目だってのをぐーっとこう胸の前まで持ってくるんですよ。だから意識としてはこういう風に胸の前まで、この胸の前まで持ってるんですよね。これはその時にこう目を当てて、そのまあ、私はその薄、あのこうなんだか薄暗い灰色みたいなのがこう上がってきたのを目で見て、それを目で見てね、でここまで来るんですよ。大体今10センチ15センチぐらいなんですよ。来た時に光が当たってくると、その薄暗い筒みたいな、ちょっとトイレットペーパーぐらいの長さの筒ですよね、芯みたいな感じ、ペーパーの中の芯みたいな感じのこれあって、そこに光が当たってきて、その光が当たってきたら、その薄暗い黒いその円筒形のものが綺麗な青白い綺麗な色に変わったというふうに自分で思ったら、それを元へ戻す、胸の中へ戻ります。でこの出した時に、その人間の顔をとか苦しさ、悲しさっていうのがここで来てるっていうことを、まずまずだとイメージするんですよ。イメージして、まあ、その人物の顔を浮かんでもいいし、苦しみから悲しみがこう円筒形のね、丸いガラスみたいなのに入ってきたというのを思ってみる。それを自分のこの第三の手、要するに四次元空間みたいなところですよ、そこの霊的な手でガッと引き出して、で光を当てて元に戻す、ね、であとはもう分かったよということで、トントンと2回くる胸を叩くということ。これ、この変形バージョンがあるので、
どちらか好きな方やとかですね、変形バージョンはこの目を閉じて苦しい悲しいっていうのを見て、まあ、ここを見ますよね、目を開けてこの胸のとこ見ますよね、胸からこう出てきますよね、こうグーッと胸の中からグーッと出てくるんですよ、こうグーッとね、出して出た瞬間にこういうふうに両手を広げて、この宇宙全体に今の自分の苦しい悲しいを思われた粒子あるいは光になって全部飛び散ったっていうふうに思うんですよ。飛び散ったんだけど、飛び散ったんだけど結局この宇宙も自分も全部宇宙の中にいる、内側は全てね。だからこれはそう飛び散っただけではその解消できないんですわ、ああこれ全部自分のもんだから、飛び散らした想念というのは苦しい悲しいもう全部ね、だからそれをもう一回集めて自分の心の中に入れない限りは成仏できないんですよ、この心がね、成仏この心が引導を出せないというかね、だからもう一回この両手を広げて、それが今度目を閉じて両手を広げてガーッとこういうふうにその想念をもう一回宇宙の端から端まで全部手でかき集めて、みんなここに持ってくると、胸の中にこの胸のここへね全部持ってくると、で持ってきてその時にはもう青白い透明なものになってるんですよ、そのぼやっとしたエネルギーが、そしてそれを胸の中心部にグッと埋め込むような意識がもうちょっと入ってくるんですよ。入って本当にうまいことこれがいくと入ったなとか分かるんですよ、ズブ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 ってくるんですよ、この胸の中にこの円筒形が、あ入ったなって、でカチッと収まるとかあるんで、収めたら胸をトントンと叩いてそれで終わりということです。これは、だいたい今に3回から多くても 4,5 回やればいいと思います、1日のうちにね。これはねほんと強烈、これは物理的にあの人のどうこう、あの人もこういうことをこちらにやってくる言ってくる理由があったななんてことを一切思わなくてもこれ消えていくんですよ、だんだんやってるうちに。これが一番強烈な方法ですよ、ね、だからどうしても強いトラウマ、例えば自分で言うとまず一番先なのは初恋の人とちょっと別れ方がひどかったというのがあって、うん、まあいやいや相手に裏切られたような形で別れたというのがあって、それがすごい残ってたんで、これは100回以上やったかな。そしたらね 4,5 年経ったら結構でも時間かかったんですよね、でもやっぱりあとちょっと許せるようになってきたですよね、うん、だから効果はありますよ、うん、で下手なことをやってしまうとあんまり自分に合わない情報をやるとかえってその悩みが強くなったりするので、それは今私の言ったことね、一番目に言ったその人をステージに上げるっていうのは、まあ、一般的な浄化法の本でいろんなスピリ系の本を読んで、まあ、自分で作ったんですけど、それは二つ目の胸から出してきれいにして入れる方法、あるいは胸から出して宇宙全体に飛ばしてまた戻してくる方法、これは鶴光一さんという人の書いてですね、幸せテクニックという本があるんですよ。これは実現くんさんの推薦本でして、カリスマのねあの人のこの本はだいたい買った値段の100倍の価値はあると書いてますよ。私は言うとこれ1万枚ぐらいの価値はありますよね、自分で言うとそれぐらい強烈な本です、この本は。だからちょっと下にねこのリンクのところにね売ってるとこの会社のあれとかぐらいの名前とか言っときますから、下をまた皆さん欲しい人はね取り寄せてください。本屋には売ってないですからこれ、うん、古本であるかもわからんですけど、はい、ではまた皆さん次回お会いしましょう。